着室はマジックボックス。皆さんこんにちは、スタイリストの五十嵐薫です。今日はね、こちらトレンドのショートのニットジャケットなんですけれども、ユニクロ島村 GU、 そして去年のユニクロございますが、どういう風な視点で選べばいいのか、どういうものを選ぶと高見えするのか、そして私たちの世代にとってどんな着こなしすると品格が上がり、プラス今時感というものが出るのかっていうところを皆様にご紹介したいと思います。このチャンネルを最後までご覧いただいて、楽しかった面白かったと思っていただけたら、チャンネル登録いただけると嬉しいです。それでは行ってみよう。それではコーディネートしていく前に、どんなものがあるのかご紹介したいと思います。まずはね、ユニクロさん今年今ね発売中のものなんですけれども、ニットショートジャケット、私はね L サイズを購入してます。3990円です。 41% アクリル、 32% ポリエステル、 27% コットンです。まあまあちょっとね丈が長めです。そしてね、次にちょっと飛ばしますけれども、去年のこちらの同じ全くねニットショートジャケットなんですけれども、同じく L サイズ09番のブラックをね購入してます。この時はね綿が 60% アクリルが 40% っていうねコンポジションだったんですけれども、どうでしょう、ちょっと私こっちの方が短いんじゃないかなっていうふうに思ってたんですけど、ちょっとやっぱり、去年の方が短い気がする。なので割と落ち着いた印象。それでは網の感じも違うんですよね。ちょっと縦にラインが入ってる網と、こちらは去年のものはちょっとねカノコ風なんですね。カノコ網風です。そしてこちらですね、前にもねご紹介しました卒業式入学式のための島村さんのねコーディネートをご覧いただいた動画があると思いますけれども、その中でもご紹介させていただきました紺のねちょっとねキラッとしたラメの品番が593-0086、はい、2200円、 M サイズのニットジャケットでございます。ボタンがねポケットの上に1個ずつついていて、前にホックがついてる感じでふらしてあるジャケットです。丈感がねこのユニクロと比べるとどんな感じかっていうと、はい、ユニクロのこの今年のジャケットよりもちょっと長めになってます。はい、そして、はい、こちらの GU のニットジャケットです。はい、商品名がダブルポケットニットジャケット長袖01番オフホワイトを購入しました。アクリルが 77%、 ポリエステルが 22%、 ナイロンが 1%、 同じく L サイズの2990円です。まあ1000円お安いということなんですけれども、なかなかねこの網の感じもちょっとツイードっぽい感じの編み方されているのと、結構ねポケットのところにボタンと、それから前立てのところにもボタンが4つついてついてるんですが、黒よりもこのボタンが目立ちすぎなくて私はおすすめしています。というわけでこの4つをどんな風にコーディネートするかっていうのをこれからご覧いただくんですが、最後にねどういう風な選び方、物の見方をすることでこのねニットジャケット、もちろんニットジャケットだけじゃなくってジャケット全体的に高見えするものの選び方、見つけ方っていうものをお伝えしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみよう。じゃん、はい、いかがでしょうか。今年のユニクロのニットショートジャケットを着てまいりました。はい、こちらねマイクですよ。さっきから同じマイクがついてます。あのブローチじゃございません。はい、でまさかのダイソー、はい、ダイソーのパールを久しぶりに引っ張り出してきました。こんな感じで中に着ているのはちょっと前ですね、2年ぐらい前かなの JW アンダーソンのタートルネックセーターです。別に JW アンダーソンじゃなくても皆様だったら、ユニクロさんのエクストラファインメリノウールのタートルネックをお召しになってもいいと思います。上下紺で合わせてみました。ボトムスは先ほどのままでございます。いかがでしょうか。これぐらいねボリューミーなものを中に着る場合はこのように開けていただくっていうのもいいと思います。ただねこのボタン悪くないんだけど、ちょっとだけカジュアル感っていうのかな、決して選択は悪くないんですけれども、もうちょっとボタンに味が欲しかったなっていうのがあるので、できれば本来だったらこのボタンを私は隠したいっていうのが私の理想でございました。例えばね防体ブラウスなんかをしてここをね止めて
全部隠すっていうようなことをしたかったんですけども、もうあえて開けてラフな感じで着ております。でもね、このニットジャケット後でね、いろいろコーディネートもお見せしますけれども、ラフに仕事着、もしくはちょっとかしこまってパーティーみたいなセレモニー系のところっていうのも、ものの合わせ方によってはうまく使えてしまうので、ぜひね、いろいろな着こなし方、またこの網目の模様によっても印象っていうのが変わってくるんですね。今回のユニクロさんのこの今年のニットショートジャケットに関して言うと、先ほども言いましたけど、少しちょっとね、縦のラインを強調してるっていうのがあるので、直線的なイメージ、例えば今も前を開けてここにアイラインを作ってるじゃないですか。アイのラインを作ってるっていうことでは、全体的に例えば合わせるね、ワンピースなんかも直線的の柄なんかの方がよりすっきりとした印象になると思います。例えばこれにちょっと花柄みたいなものを合わせるよりは、直線的な柄のものを合わせる方がおすすめと言えます。はい、じゃん。はい、先にね、 GU のニットショートジャケットを着てみました。はい、やっぱりね、若々しい感じっていうのが、丈がね、もちろんちょっと短いっていうのもあるんだけれども、ちょっとね、違うブランドをあげて失礼なんですけれども、シャネルのジャケットっぽくないですか？これはね、なかなかのいい出来です。で、黒もあったんだけれど、黒だとこのね、ボタンがちょっとだけ目立ちすぎて安っぽく見えてしまう狙いがあったので、ちょっとオフホワイトにしてみました。で、どうしてもセレモニーの時にね、濃い色のジャケットの方じゃないとダメっていうような思いがあるかもしれませんが、入学式なんかの時はもうこういうね、オフホワイトのジャケットっていうのもいいし、まあ、ニットってどうなのよって思いになるかもしれないけれども、このね、ニットのね、この網の感じがね、やっぱりちょっとツイードっぽい、シャネルジャケットっぽいっていうところがね、ミソですね。ちょっとただね、 L サイズなんですけど、袖が長いのがちょっとだけたまに傷かなっていう気がします。私でも結構ね、本来だったらこのくるぶしがこれぐらいの方がベストなんですけど、今だいぶ半分ぐらい手の甲が隠れてしまっているので、まあ、こういう場合はね、以前にもお伝えしたかもしれませんが、内側に折るっていうことをやっていただければ十分これ直さなくても大丈夫なので、ご安心いただけたらと思います。はい、中に着ているのは、ユニクロのレイヨン防体ブラウスですね。2990円がアプリ会員限定で1990円という、はい、お買い得のものを購入してきました。そしてボトムスも、ユニクロのタックワイドパンツでございます。いかがでしょうか？はい、ちょっと本当にこの白とオフホワイト、そして金ボタンっていうのがシャネルっぽいと思いません？ものによって合わせ方によってこんな風にね、印象が変わってくるっていうところが、最近のね、このユニクロさんにしてもそうだけど、 GU のこのね、質の良さっていうのがね、だんだん本当に、見てください、この網ね。パッと見本当にかかってる時はね、あんまりそんなに、うん、可愛いけど、まあそんなに高く見えないかなと思うんですけど、意外と着てみると大人 GU、 大人の女性にとって素敵なシックなジャケットになるんじゃないでしょうか。そしてね、さっきもお伝えしたように、このボタン、金ボタンがなるべく全部をこうやって見せるんではなくって、ちょっと隠すぐらいのところが逆にポイントなんじゃないかなって思います。はい、前にね、防体で少しボタンを隠し気味、ちょっとこのポケットのところだけ金ボタンが見える、またはね、下のところが見え隠れするっていうところ、そしてちょっとね、短い丈ではあるんだけれども、お腹が見えるように一つボタンを外すっていうのもおすすめしたいと思います。はい、じゃん、いかがでしょうか？去年のユニクロさんをちょっとカジュアルに着てみました。はい、先日新春セールで購入しましたボーダーのリブタートルネックセーター、それからベージュの、今度はね、さっきの黒の色違いのベージュのタックワイドパンツと合わせてみました。いつもね、イーボルさんと五十嵐のコラボのブラックコンビソフトコインローファーを合わせてみました。いかがでしょうか？去年の方がね、やっぱりね、若々しいんですよね、丈感がね、まあ、こちらの去年のよりもちょっとだけ短いって話をしましたけれども、軽快な感じするでしょ。それからね、黒だとやっぱりボタンもね、ちょっと高見えするんですよ。で、白のオフホワイト、オフホワイトの方もボタンはね、同じボタンなんですよ、同じボタンなんですけど、こちらの方がちょっとだけ安く見えてしまうかなっていうところがあるのと、実はね、今年のこのタイプよりも去年のこのカノコのタイプの方が高級感っていうのは実は感じるんです。私ね、今年のこのジャケットよりも去年のものの方がセレモニーなんかのオケージョンに使えるっていう風に見ています。
います。ですので去年購入された方はちょっと今年よりもきちんとした印象のお洋服に合わせることも可能です。でも今年ね購入される方に関して言うと何かのオケージョン卒業式とか入学式の場合っていうのは黒のニットショートジャケットをおすすめしたいと思います。今回はねあえてちょっと比べたいっていうのもあったの で特にね GU の方がこのオフホワイトの方がねボタンが目立たなくて素敵だよって話をしたのであえて白と白でご覧いただきたいなと思いました。というわけでねもしきちんとしたシーンでお召しになりたいっていうんであれば今年のものも黒を選ばれると良いと思います。でちょっとカジュアルっぽくそれでも仕事着で着たいわっていう場合はこのオフホワイトでも OK です。で去年お持ちの方の場合はいろんなシーンでお召しいただけるんですけれども特にねこんな感じで全身ユニクロでございますがはいこんな感じでも、そんなに安っぽく見えないと思いませんか。そんなわけで着方次第でうまくかっこよく今年らしくっていうのはできるんじゃないでしょうか。特にね全体的に今ねジャケットのブームになってきてるんですけど前にねトレンドの話したようにテーラージャケットみたいなものっていうのは今年ものすごくやっぱりずっとねブームが来てますけど今年、まあ、また再燃してる感じなんですね。でもこういうその対極にあるのがショートの丈のこういう柔らかい感じのジャケットっていうものもねジャケットなのかちょっとカーディガンなのか短めのボレロ風なタイプのものっていうのもそれはそれで根強い人気がありますしミニマムというところでは今年もトレンドだったりとかしますのでぜひシーンによってそれから行く場所によってシーンによっていろいろとコーディネートに変化を出してみてはいかがでしょうか。はい、じゃん。はい、スカートに合わせてみました。以前はねこちらの島村さんのニットジャケットをやっぱりスカートなんだけれどもこれの黒を合わせたんですね。で白を合わせてみました。はい、合わせているのはアトリエヌズさんのキルト風ジャガードスカートです。そしてその上は同じくやはりアトリエヌズさんのリボンタイブラウジングブラウスを合わせてみました。ベージュですね。この裾のところもブラウジングになってるんですけれども中に入れましてブラウジングというかねふわっとしてるんですけれども袖のところからもちょっと無理やり出しましてちょっとロマンティックな感じにしてみました。で靴なんですけれどもイーボルさんとイガラシのコラボのシューズをそのまま履きましてでウォルフォードの白いタイツを合わせております。なかなかこのジャケットもね2200円、税抜きで2200円ですけどなかなか素敵じゃないですか。で丈が長いから基本的に前をね1個だけ留められるような状態にデザインしてると思います。そこもまたいいと思います。それからこのボタンがねちょっとこうギラッとしてなくて少しだけマットな感じっていうものも出してたりとかね。でもともとこの生地の中に少しラメが入ってる生地というかそのニットの中にラメが入っているというような素材感もなかなか着やすいですよね。しかも紺これね吊るしてある状態で見るとねものすごくなんかこうおばさんっぽいって言ったら失礼なんですけど年齢感があったんですけどこうやってねいろいろ着てみたりとか合わせてみることによって洋服がこう命を吹き返すっていうかねぜひね島村さんでもどこでもそうなんですけれどもただ単に吊るされてるものをパッと見るとかそれからネット上のねものをなんとなくいいなと思ってするんじゃなくてやっぱり着てみて初めて自分の肌に馴染むかどうか私の雰囲気に合うかどうかっていうのを試着室で確認していただいてからお召しいただけたら嬉しいなというふうに思います。いかがでしょうか。やっぱりこういうノーカラーのものっていうのはねタートルネックだったりとかこういうようなボリューミーな胸元っていうものがぴったりですよね。帽子はねユニクロさんとそれからイネスのコラボのベレー帽でした。はい、それではお待ちかねのどこで高見えさせるかどういうところをポイントにしてものを選ぶかっていうところをお伝えしたいと思います。まずねだいぶ今まで私動画を撮ってきましてその中でね高く見えるその素材感っていうのは奥行きがあるものを選ぶといいよっていう話をしてます。まず奥行きがあるかどうかが一つ目。そして二つ目はここにもついてますけれどもボタン、こういうね、まあ、ボタンたちのことを付属品っていうふうに呼んだりとかするんですけれどもボタンが安っぽいか安っぽくないかっていうのが結構重要なんです。例えばねユニクロさんのボタンの話でしたらまあユニクロさんの場合もシンプルなボタンが多いんですね。できっとこれは同じですよって話をしましたがこういうね黒いボタンの中でも
本当にマットな感じのものなのか、それからちょっとこうツヤ感があるものなのか、もしくはね少し外側と内側と、内側はツヤなしマットなんだけど、ちょっと外側はツヤがあるよっていうと奥行き感じさせられるじゃないですか。これだとちょっと全体的にマットっていう感じだったりとかするので、少しだけお高い感じには見えないというところにつながってきたりとかします。それからね、これ前ご紹介している島村さんのジャケットなんですけれども、これねジャケットとブラウスとパンツとセットで税抜き6700円という金額なんですね。でこれがなんでいいのかっていうと、もちろんね全体的に肩も綺麗だし縫製ももちろん綺麗なんだけれども、ボタンがないっていうところが結構肝なんです。もう一つホックがついてるだけ、つまりボタンでちょっとチャッチく見えるか見えないかっていうのってすごく大きいのね。で島村さんで私見た時に、紺のねツイードのタイプの襟の部分と裾とそれから袖口の部分に少しだけこうシャギーになってるようなね、そういうジャケットもすごい素敵なのがあったんだけど、ことボタンがちょっとだけね残念っていうのがあって、そうするともちろんねさっきみたいにリメイクするっていうことができれば OK、 いいボタンを探してきて変えるってなってくるともうぐっと高見えするんだけれども、なかなかそこまで手が回らないのよっていう場合は、やはりボタンが目立ちづらい悪見えしないっていうようなボタンを選ぶといいわけなんです。そして3つ目は、1つ目とねちょっとつながるんですけれども、さっきのね奥行きっていうところとつながるんですけれども、編み方なんですね。こういうニットのもの、この私が今着ているこの島村さんのものは割と平坦ではあるんだけれども、ニット自体がね平坦なんだけれども、このラメが入ってるっていうところで少し高級感っていうのを感じさせられます。そしてねこのユニクロさん今年のニットジャケットに関しては縦のラインは強調されてるけど割とね平坦なんですよ。でそう考えると2990円のこの1000円お安い方の GU の方が、このねほらシャネルっぽいって話しましたように、奥行きというか表面感っていうのかしらね、がなかなか凝っている印象になるわけなんです。なのでちょっとだけそれはねボタンはすごい高見えはしないボタンだけれども、この表面の雰囲気っていうものがちょっと高見えに引っ張ってくれるっていうところになります。こちらもそう、去年のユニクロさんのショートジャケットもカノコ編みっていうような話をしました。ちょっと表面がねデコボコしてるっていう感じなのかしらね。先ほどのこちらの島村さんだったりとか、今年のユニクロのねこのタイプとちょっと違うんですよ。で一時確かマルニだったかな、マルニの冬にポップコーンセーターっていうのがあったと思うんですよ。ああいうポップコーンセーターっていうのがまた今年も出てくるんですね。春先とかねトレンドにもなるんですけれども、あのようにちょっと表面が独特なものだったりとか盛り上がってるものっていうのはやはりねいろんなブランドも出してくるし、ユニクロさんもこれから先出すとまた思うんですけれども、ちょっとねそういう立体感のあるものの方が高めしやすいということなの。この3つ、はい、1つ目が奥行き感があるもの、そして2つ目がボタンなどの付属品が安見えしないかどうかっていうところの線引きになるよっていうこと、そして3つ目、表面感というものがより面白いもの凝っているものっていうのが高見えするっていうところになります。もちろん基本的にねこういう袖のところだったりとか角っこ、よく言うその前立ての部分だったりっていうところももちろん重要なんだけれども、ここら辺はね割とユニクロさんしかり GU さんしかり島村さんしかり割としっかりとした作りになってきているので、このプラスアルファの先ほど言った3つっていうところでぜひちょっとでも高見えするものを選んでいただけたら嬉しく思います。はい、いかがでしたでしょうか。まあパッと見て似てるような似てないような丈感とかいろいろね素材の雰囲気、編み方などなどいろいろ違いがありますけれども、ぜひ皆様にそれぞれのね合ったものを選んでいただいて、ちょっとでも高見えするものを選んでいただけたら嬉しく思います。というわけで今日のコーデなんですけれども、中に着てますのはユニクロとプリンセスタムタムのコラボのリブタートルネックティーの赤ですね。そして上に着ているのがアトリエエヌズさんのネックツイストニットトップ、それからボトムスがユニクロさんとコトニエさんのコラボのブラッシュドジャージータッグワイドパンツかなでございます。最後までご覧いただきましてありがとうございました。試着室はマジックボックス、スタイリストの五十嵐薫でした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。